もうちょっと、すいません、もう少しそっち側に固まっちゃった。やばい、真ん中じゃないところで。いつもありがとうございます。手芸のロマンを探索する手芸所、サリーです。今回はこちらのアシェットさんのピーターラビットの世界イングリッシュガーデン&ハウスの13号を作っていきます。これまでのピーターラビットの世界イングリッシュガーデン&ハウスの動画は再生リストが概要欄に貼ってありますので、そちらもよかったら、あー、よいしょ、よろしくお願いします。そしていつもチャンネル登録や高評価コメントなどなど、いつも本当にありがとうございます。それでは今回は椅子と、あとこれ久しぶりに作るね、木箱と、これがお皿とボールだそうです。それでは早速作っていきましょう。頑張っていきまーしゅい。じゃあ今回の内容なんですけど、まずこれが椅子の背板と、あと後ろ足が一緒にくっついてる、こうなんか山っぽくなってるパーツが一つと、これが椅子の座面で、ね、こっちの前足の方がちょっとなんか猫足っぽくなってる可愛いやつです。この間作った椅子とも全然違う形してますね。でこれが2号の時だったかなに作った木箱と同じものだと思う。あとこれが、こっちがお皿でこっちがボール、でこれがそのお皿に貼るデカールです。これすっごい細かくない？すごいね。なんか貼るの難しいって教えてもらったので、ちょっとね今すっごい不安じゃあこのお皿はちょっと難しいらしいので最後にして、まず前に作ったことのあるこの木箱から作ろうと思います。じゃあ木箱はね多分前も作ってるからいけるでしょう。したらまずはパーツを切り分けていきます。でね、これデザインナイフを石神かーくんからいただきました。かーくんいつも本当にありがとうございます。早速使わせていただきます。まずここ切るか。デザインナイフの使い方が、よいしょ、ちょっとまだ分かってないけど、よいしょ、あ、確かにこれカッターより全然力入る、やりやすい。よし、これとここのね、ほとんど切れてるんですけど、ちょっとだけ切れてないところがあるので、そこを切り離してあげれば大丈夫です。そしたら速乾で、あれなんか前回とちょっと違うかも、前もこうだったっけ。まあいいや、とりあえずここに塗って、こっちもね先に塗っちゃおうと思います。塗って塗って、これ何型だろうねここもへこみのところに塗っといて、こう立てる。でこっちもこのへこみに塗って、細かいこう立てる。あー倒れたなんてこった。よいしょ、立てる。よし、こうかな。そしたら次はこっちの長いところ、こっちは4辺塗る感じかな。よいしょ、ここと、こっち塗っといて、細かいけどここ変なとこ塗っちゃった。ここと、ここにボンドを塗ってあげて、わかるかな？こことここね、両端に塗っといてあげて、ちょっと太めの T になるように持ったら、ここではめる。こ
これ前回とちょっと違うね、木箱。なんかこっちの方が浅い感じ。あよし、はい、はまった。よし、ちょっとキュッとキュッとしてあげて、これで木箱完成です。そしたら次椅子行こう。この座面をひっくり返してあげて、ここにこの猫足の出っ張ってる方が前に向くように、こういう形でどっちもはめていきます。これ今度はこっちに乗ればいいのかな。このね、前足入れるところが少しボコッとなってるので、そこにボンドを塗ってあげて、で、よいしょ、とととととと、こっちも、よいしょ、はい、こんな感じ。そしたら、これはね、こういう向き、後ろに沿ってる向きで持って、あー、これをくっつけるんですけど、ボンドはね、ここ、このボコってなってるところに、よいしょ、あー取れちゃった、猫足が、あー猫足が、もう一回。そしたらこう背中が反っている方向でここにくっつける。ちょっとこれもギュッと指で押さえつけてあげて、はい、これで、あ、ちょっと待って、この猫足が角度おかしい、よいしょ、この角度でいいかな。こんな感じで椅子も完成です。デカールが怖いんだよ。ちょっとね、デカールを、お水をここに入れてきます。はい、じゃあお水を汲んできたので、デカールをやっていこうと思うんですけど、うっすらと線が見えるので、そこに沿って切ればいいかな。じゃあ切っていきます。よいしょ。なんかできるだけ絵柄の近くを切りましょうって書いてあるんだけど、この枠から若干内側切った方がいいのかな。一応ね、コメントで相談した方がいいですよっていう風に教えていただいたので、ちゃんとね、律儀に相談してあります。特に書いてない、ここについては。多分透明なデカールだから、基本が絵柄のところ以外は内側切っちゃっていいんじゃないかな。ダメかな、内側切っちゃった。はい、こんな感じ。ちょっと綺麗な丸じゃないけど許してください。そしたらとりあえずこれをお水につけとく。浸してる間にこっち切っとく。こんな時間経っちゃダメかな。いいよ、切っちゃおう。これめちゃめちゃ細かいよね。よし、切れた、切れたので、そしたらこっちのお皿から行きましょうか。お皿から一番最初のこれが、あ、ぬるっと綺麗にいった。外れたら破かないように、見えるかな、これ破かないようにこっちに、よし、あ、ちょっと待って、ちょっとなんか中心からずれて、あ、なくなったかと思った。よいしょ。もうちょっと、すいません、もう少しそっち側に。やばい、固まっちゃった。やばい、真ん中じゃないところで腫れちゃった。これさ、もう一回水つけたらダメ？取れる？取れない。全然真ん中じゃない。プリントミスだよ。あ、取れた取れた取れた。ちょっと水つけて、
真ん中に行かないな。ここだ。ちょっとずれた。ちょっと待って。あ、こんな感じ。これくらいがいいんじゃない。ちょっとまだずれてるけど、今までの中で一番いい。あ、よしよしよし。あ、できたできた。これ真ん中じゃないね。綿棒より筆の方がやりやすいような気がしたので、ちょっとサリーは筆でやってみようと思います。なんか綿棒サリーだとちぎっちゃいそうで。よし。でももう水全然ないね。よし、いい感じ。そしたら次はこっちの長い方からいくか。あー、ちょっと待ってちょっと待って、もう剥がれてる。待って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 、よいしょ。ちょっと待って、君剥がれるの早すぎる。よいしょ。これ向きどっち。あー、よいしょよいしょ。なんとかなんとかなんとか。ふー、ちょっと待って、よいしょ。こう下にね持っていきたいんだけど、これ外側の方があれかも、難易度高かったかも。こうこのねちょっと上側の縁のところに貼っていきたい。あ、難しい。このちょっとランナーが邪魔だよね。ランナーよりちょっと下側にすればいいのかな。なんかね、ランナーはまだ切り離さないって書いてあったので、よいしょ。あれ、これちょっと余るかも。デカールちょっと余っちゃうよこれ。ランナーのところはあれなんだ、避けちゃっていいんだ。でも別にいけてるしいいか。この余ったのだけさ、何にも指示がないんだけど。2個に切らないと。いやー、それ先に言ってよ。模様1個分切っちゃおうか。あー、難しい。難しいな。この端っこがさ出てきちゃう。ちょっと水つける。水つけてこんな感じ、半分が。そしたらもう半分ちょっと水つけて、あとちょっとなんだけどな。よし、とりあえず外側が腫れました。そしたらね、もう第一から剥がれて浮いちゃってるんだけど、内側を貼っていきます。内側はランナーがないからこのまま一周すればいいんだよねきっと。待って、ちょっと待って、ちょっと待って。端っこ持たないとダメか。こうして。内側も難しくない？これ。ちょっと待ってよ。もうどっちが表でどっちが裏だかもわかんないんだけど。なんとなくこっちだと思うんだよな。あれ、逆？これどうやって貼るの？これも切るんだ。模様2個分の長さに切る。そうだよね、じゃないと無理だよね。これくらいかな。お、いい感じ。模様2個分で切る。最後模様1個分ぐらいかな。
だけ残った。よいしょ、模様1個分。よいしょ、あ、取れない、ちょっと待って、逃げないで。よいしょ、あれどこ行った。あ、これだ、くっついてる。よし、ちょっとあと角度変えたい。こんなもんかな。まあまあの出来じゃない。よし、そしたらお皿も、あ、まだついてた。そしたらここのランナーをパチンとパチンと、あ、待って、お皿飛んでった。あ、これお皿と、あんまり触りたくないんだよな、デカール取れそうで。切れてんだけど、あ、いったいった。はい、そしたらこのお皿とボール完成です。あー疲れた。はい、そしたら木箱とお皿とボールとあと椅子完成しました。今回のメインは間違いなくこのお皿とボールでしたね。でもね、結構いい感じにできたんじゃないかなと思ってます。ただね、ちょっと気になるとすると、このボールのやっぱランナーのところを避けて貼ってるので、このね、ランナーがあった分だけちょっと模様が途切れちゃってるのがちょっと気になる。サリーのここの皮むけも気になる。指切った後遺症です。これは温度がなんかあれだけど、でもね、他のこの木箱も椅子もね、今回そんなに難しくなくって、椅子は前回だったっけ、なんか作った時のここに補強が入ったりするやつはちょっと難しかったんですけど、今回はね、そんなに難しくないかも。ここつけて、ここつけてっていうだけだったので、そんなに難しくはなかったかなと思ってます。でもこの猫足っていいよね、とアンティークっていう感じがするし、このね、木箱もね、全然前回作ったのとやっぱりちょっと違う形かなと思ったんですけど、なんか前回もう一個ぐらい、もうちょっとぐらい高かった気がするので、別物かなとは思うんですけど、これもね、簡単に作れたので、今回は本当にデカールさえできてしまえばもう大丈夫かなっていう気がします。はい、じゃあそんな感じで今回も最後まで見てくださってありがとうございました。これまでのピーターラビットの世界イングリッシュガーデン&ハウスの動画は概要欄に再生リストが貼ってありますので、そちらもよかったらよろしくお願いします。そしてサリーのチャンネルでは視聴者さんと一緒に手芸戦隊サリンジャー手芸戦隊サリンジャーを結成しています。サリンジャーの皆さんとおしゃべりしたりアドバイスを受けたりしながら、みんなで一緒に手芸を楽しんでいます。あなたもチャンネル登録をしてサリンジャーの一員になりませんか。サリンジャーはあなたの入隊を待ってます。そしてサリンジャーの皆さん、いつも高評価やコメントなどなど、いつも本当にありがとうございます。それではまた次回のピーターラビットの世界イングリッシュガーデン&ハウスの動画でお会いしましょう。サリーでした。バイバーイ、また見てね。